おじいちゃんにちょっとプレゼントがあります。はい、おじいちゃん頑張ったから。あ、こちらです。うわー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 、すごいじゃん。これが日本一甘いあんこです。日本一甘いの、うん、そうなんだ。贅沢。どう、甘い。なんだそれ、なんだそれ。皆さんおはようございます。アシナスでございます。3月のスパチャ10万円突破、素晴らしいということで、生配信中や動画で、応援してるよと意味を込めて投げ銭できるシステム、通称スパチャがあるんですけども、その3月の合計金額がなんと10万円を突破いたしました。ありがとうございます。はい、こちらでいただいたお金は、僕がパチンコやスロットに使うことはなく、すべておじいちゃんに使おうと思っております。はい、その第1弾として本日は赤福とお寿司をおじいちゃんに振る舞おう。はい、ということでですね、今日はエイプリルフール、本当は嘘をつく日なんですけども、僕はそれがすごく嫌いでしてね、しょうもなかったりキモかったり、なんでわざわざそんな嘘つくと、分かりにくい、センスのない人もいる中で、僕は嘘つきたくない、どうせやるなら嘘みたいに喜ばせてやろうと、嘘みたいに楽しませてやろうっていう、コンセプトを数年前から謎に持っておりまして、今年もそれをやろうと思っております。はい、ということでおじいちゃんを喜ばせます。はい、お寿司と赤福、伊勢の名産ですけども、今日までですね、横浜そごうの方で、販売してということで、今から行ってきて、赤福を買い、夜いつもお世話になってるおばさんと3人でお寿司を食べる動画に今回なっております。はい、とても素晴らしい使い方、使い道を示していただいたのは、他でもなくスパチャを送ってくださった方がメッセージでいろいろこれに使ってくださいと言って生まれた企画でございます。本当にありがとうございます。はい、ということでですね、大阪のライブもなんと今54枚、やばくないですか。もともと0人だったのに今54枚ですよ。会場が32枚、配信が、22枚売れております。えぐいです、ここまで売れるとは。でも100人が目標なので100まで目指しますが、はい、それも込みで、今回の動画楽しんでください。どうぞ。皆さんこんにちは、アシナスでございます。本日はですね、エイプリルフールですけど、嘘みたいなことをしておじいちゃん、それではおじいちゃん、はい、おじいちゃんにちょっとプレゼントがあります。はい、おじいちゃん頑張ったから。あ、こちらです。うわすごいじゃん。アメリカンだな、リアクションが。うん、すごいべ。すごいね。どれ食べてもいいんだよ。あ、どれ食べてもいいんだよ。ああ。見たことのないやつがやってんな。うん、喜んだな。ああ、これ大変だ。これは大変だな。やっちゃん来たらね。うん。うん、しまってもない、うん、このままでいいよ、もうすぐ来るから。よいしょ。お兄ちゃん今日誕生日です。誕生日だよ。はい、ゆうすけ、うん、まあ後でしな、後でね、うん、ご飯食べたらしな、はい、今日は4月1日です。4月1日、お寿司が出てきたから1月だと思っちゃったか。これ、これ見て、これ見て、何て書いてある、読めないんだよ。1月に見えちゃうんだよ。4月な。
4月1日4月、うん、なんで4 いいよ、食え、はい、4月1日、はい、誕生日おめでとうございます。はい、本当だね。はい、はい、いただきます、はい、いただきます。豪華な寿司です。そうですよ、うん、はい、お兄ちゃんの誕生日な、芦名雄介の。今日雄介の誕生日、うん、雄介は来ねえけど、そうか、うん、エイプリルフードが話すとややこしくなっちゃう、説明が。お茶入ってんの？お茶入れる？コップ。お茶入って。美味しい。うまいね。だしがすごいからね。年？だし。だしね。そうそう、濃くしちゃうから。だな、じいちゃん好きなもん、なんでもいいよ。どれがいい？どれがいいですか？あなただよ。これは硬いからやめた方がいい。うん。ウニだな。これ珍しいと思う。小肌？うん。小肌じゃないよ。ブリだよ。ブリ？ブリか。これブリ。これブリか。うん。イクラ。イクラがいいんじゃない？柔らかいよ。これか、うん、これからじゃあいただきます。はい、はい、いろんなお寿司に箸つけないよ。いただきます。ああ、怒っちゃうよ、そんなあげたら。左手、しょっぱいな、それじゃね。どうだい、私は美味しい。これ飲んでる。飲んだの、うん、まだいっぱいあるし、うん、どうだ、いただきます、うん、うまい。あ、じいちゃんの好きなエビ、エビもいっぱいあるし、何エビだろう、うん、おいしい。味がある、うまいな、やっぱ。よかったよかった、よかったよかった、しゅうちゃんのゴチだけど。いいんだよ、みんなのおかげでお寿司はね、買えるわけですから。ほんとみんなのおかげだよ。美味しいですね。美味しいですね。大阪のライブもさ、はい、もう52枚チケット売れたんよ。すごいじゃん。今月の22日なんだけど。これ珍しい。これなんだ。どれ。それブリだね。食ってみろ。ブリ。うん。じいちゃん好きだよ、ブリは。シャリちっちゃめにしたわ。うん。いっぱい食べられてるじいちゃん。はい。ホタテもあるし。おいしい。おいしいね。出していいよ。うん、髪切ってよ。うん、まあ、いいか、しょうがないよね、しょうがない、うん、左手 お皿持たないとあれだよ。姉ちゃんこれもなっちゃう、うん、あ、いいよいいよ、大丈夫だよ、はい、おとなしくないからちゃんと取るかな。最近さ、あの後輩と飯食いってさ、うん、あの占いを専門にやってる芸人の後輩がいるわけよ、うん、でいろんな先輩に可愛がられてさ、久しぶりに飯行ったから2年ぶりぐらいに寿司をさ置くじゃん、さらに、うん、こうやってから食うようになったのよ。いいお寿司屋さんに行き過ぎるとそうなるの。でお前自分の金じゃなくていろんな先輩に奢ってもらってんだなっつって、うん、まあでも幸せだよね、幸せだ。あのアワビそんな硬くないよ、じいちゃん、アワビ硬くない、おいしい。どれだ、これがこれがアワビ、あれないんだよ。あるあるある。じゃあ上だけ、ご飯取らないで上だけ食べたっていいよ。うん。
上だけお醤油つけて食べても美味しい。いや、俺はじいちゃん固いって言うと思うけどな。そう？いや、ご飯ごと言ったら食べきれないと思うよ。うん、上だけでいいよ、じいちゃん。上だけ。上だけ食べてごらん。上だけ行って半分かじって、半分出して。かじれるか？かじれる、かじれる。硬い。硬いか？ダメ。硬いんだよ。これ前もね、この硬さはダメなんだよ。そうなんだ。いいよ。いいよ。俺食べる。俺食べる。じいちゃん置いて。ここ置いて。じいちゃんね、このここはダメなのよ。あ、そうなんだ。もうちょい。じゃあ包丁入れてもらえばよかったか。うわ。手順も美味しいよ。美味しいよね。だから。普通に包丁入れてもらえばよかったんだね。あの人よ。かなこのさ、お寿司屋さんの方は食えるんだよ。あれ柔らかいから。すごいよね。格別だよ。すごい。やっぱいいとこだからさ。うん、まあ月に1回じゃ2ヶ月に1遍ぐらいは来るわって最初行った時。行、うん、けないけど。行かれないよ。高級だからな。じいちゃん怪我なったらまた連れてこ。あれはゴチじゃなきゃ行かれないよね、じいちゃん。あれは行かれないな。年金出たからじゃあ行こうかっていう金額じゃないからね。そうそうな。こんな美味しい寿司食ったんだよ。うん、そうかい。またみんなで食べるから余計美味しいんだよ。うん、美味しい。もう背変えねえべみんな。今ほとんど名字を変えない人が多いよね。多い。だけど結婚した時にはやっぱ入籍する時には、うん、籍を入れるのよ、うん、ただこれで言ってる別姓って全く違うでしょ、うん、入籍自体がでしょ、うん、だから仕事で使う名前は今までそれでずっと通してきちゃったからその名前で使えますってのは全然ありだけど、うん、そうじゃないから、そうすると今度ほらご主人が亡くなって年金とかそういうのを受け取るとかっていう時になった時に、うん、やっぱ別姓だといろいろな問題が入って始まるからさ、うん、ややこしいんだ、うん、だからそんなの本当は通らなかった時代でしょ今までが、うん、ね、うん、でも同一性同一なんとかだって全部認められるようになったから多分なるんじゃないか、うん、スケサコさん、これ食ったかな？ん？食ったか分かんないか？分かんねえな。じいちゃん。何食ったの？じいちゃん、今日は特別で食べていいんだよ。うん。その分俺は他食べるから。うまいな。ああ、大変だな。28年来た。すごいね。100歳近い年齢だって。
やっぱあれなんだろうね、みんなが見てるから、まあ、ストレスもあるだろうかな。でも普通に100歳だからね。100歳だよ、うん、じいちゃんだってみんなに見られてるけど頑張ってきてるからな。じいちゃんみんなに見られて元気になってる。あれ話したっけ、昨日お医者さん、医者から聞いた。やっぱそう。俊介の友達でお医者さんなんだよ。どこの人なんだかな。俊介の友達、先輩ね。そうなんだってね。俊介の先輩がお医者さんになって、あれ先輩なの？先輩だって言ったじゃん。先輩だ。先輩で、お医者さんとお医者さんになってから芸人になった人の、芸人が好きすぎて。でも今もお医者さんの仕事もしてるし、うん、芸人の仕事もしてるし、うん、そうそうそう、大したもんだね。大したもんだよ。大したもんあれだからね、工場委員会とかすっごい出てた人だから。で今も新しくさ、こう俺の後輩5個ぐらい6個ぐらいの後輩にさ、77歳のおばあちゃんがいるのよ。あ、テレビに出た。あ、知ってる、うん、大阪の。そう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 、あの人と今ユニットを組んでやってんの、うん、おばあちゃんっていう芸名なんだけど。おばあちゃんなのよ、うん、あの人。いつだ、私あの人のテレビ見たんだ。ドキュメンタリーみたいなんでやったんだよ、結構前にもやってる。すごいんだ。こっからこうやってそう出してこっちしまって、俳句読んでね。なんかすごい、本当にすごい。でもやっぱ自分で言ってたね、好きだから始めたって、うん、でさ、この年で吉本に入学して、みんな若い、俺らみたいな、俺もう若くないけどこんぐらいの年代だってさ、自分が好きなお笑いがあるわけよ。なんかこれはこうやりたいで譲れないとかするのあんだけどさ、おばあちゃんにもそれがあったりとかするんだけど、型を知らないからさ、東京のもう親分みたいな作家さんがいるんだけど、こうお笑いを教える、必ず行くの、ネタこうでしたけどどうでしたかみたいな、もっとこうした方がいいよって言ったら、誰よりも素直だからすぐ成長して、だってもう最初一人でテレビ出てるからね。でその俊平さんっていう人なんだけど、昨日来た先輩はその人と一緒にもうテレビ出てるし、うん、すごいよね、なんだかんだみんな、うん、なんだっけ、歌手のなんとかさんっていう人も、うん、子供に勉強しなさい勉強しなさいって言ったって、何を勉強するの、うん、あら何を勉強するのかしら、うん、じゃあ私も勉強しよう、大学行っちゃったでしょ、国学院かなんか渋谷にあるって、だから自分の同級生は自分の息子と一緒なんだって。だから子供たちに勉強しなさい勉強しなさいよって怒鳴るんじゃなくて、うん、さあ勉強始めようかってみんなでやってる、うん、そう、それが一番いいんだよ。だからさ、子供なんてさ、うん、あの何のために勉強するか分かんないしさ、一発勝負じゃん、うん、超怖いじゃん。で学校でも言われるわけ、勉強しろ勉強しないとお前はこのみんなで仲良くしてるグループから外れるようになるんだと。留年もそうですさ、なんだ、受験失敗することもそうだけど、で家帰ったらさ、そんなに普段話してて頭のいいことを言わない親がさ、勉強しろって言ってくるわけじゃん。そしたらもう両方からこうストレスがかかってさ、で例えば仕事だったらさ、これしろあれしろこうやってやった方がいいよって言ったらすぐその次の日できたりとかして、それがすぐ成果が出てくるんじゃんか。でも受験はそうじゃなくて、3年後に一発勝負だから、ずっとストレスを抱えたまま発散できないままいるわけよ。だからその声掛けが多分一番いいのよ、一緒にやろうっていう味方になってあげることが。だから自分も一緒に成長できたって。そう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 、同じ方向を向かなきゃ、無理やりでも。
だから俺の知り合いにさ、毎年10人しか生徒を雇わない先生がいるのよ。個人でやってるんだけど、とんでもない金額取るんだけど、見えないからでしょ、それ以上になると。そうそうそう、毎年10人しか取ってないんだけど、もうその塾に入るのに倍率が何十倍もあるわけよ。1年で1000万はかかんねえか。なんだ、醤油な、いいじゃん、わさびつくぞ、うん、大丈夫か、わさびね、最近ね、ちゃんとね、入れてっから、うんと、刺身食うのに、ポップ出してね、これ切ないよ。そこはもうその先生がメソッドを全部知ってるから、うん、あのその人がどうやって勉強したかを見せていくような授業なの、うん、で授業終わるじゃん、うん、ああ俺はこんぐらいかなって言って教室を出るんだけど、うん、こんぐらいかなって置いた参考書とかノート、うん、その単元で先生が使ったノートをみんな見れるっていう、うん、だそれを見るか見ないかだよね、その子がね。全員見るんだって、並んででも。で、もう最初の、あなたこれだけで食べるの？あ、うん、大丈夫。あ、うん、最初の授業で日本人の平均年収と自分たちのお母さんがここにいくら払ってるか伝えるんだって、中学生に言って。今全然わかんないと思うけど、普通に無駄にできるからねって言って、お母さんに怒られる、お母さん泣かせるとか、そんな3年後になんないとわかんないよって。でも君たちのお父さんお母さんはこんだけあなたに期待してやってるんだからって。でそれが最初の問題なの。これが分かった人は分かったって書いてください、分からない人は分からないって書いてくださいっていう。私の友達のお子さんが今年受験だったんだけど、うん、医学療養士になりたいって受験したの。すげえな、うん、母校受けたのかな、一時で、うん、でやっぱ一番希望してるところが落ちちゃったのよ、うん、そんで教輪だかどっかが受かって、そこに入学金から何か全部手続きしたんだけど、うん、二次募集があるんですよ。ゆうすけに電話、ご飯終わってからにしましょう。もう終わったの？終わった。ごちそうさまも言わないで、うん、こっちなんだよ。そこがいいな。電話終わったらあれでまた食べて。だけど二次募集で一次志願のところ受かったからね。すごいね。すごいなと思った。で今まで高校生の答辞を読むのに大体あれなんだって、会長さんが読むんだって、生徒会の、うん。だけどその子がちゃんと受けて。あ、読んでくれたんだ。読んだんだって。それまだ発表になる前だよ、受験の。すごいね。緊張したろうな、私落ちたらどうすんだみたいなね、うん、でも言ってたみたいよ、そういうふうに言われても自分が、まあ落ちたってお金払ってるからいいよって親が言ったらしい。うん、いい親だ。あ、おじいちゃん。はい。ゆうすけ、ゆうすけ。おい、ゆうすけ。おう、お見てたぞ。うん。今日はしゅうすけが寿司を買ってお前が来るのを待ってた。だよ、お前これやって。嘘つくだよ。嘘つくだよ。うん、その分を俺がごちそうになってた。忙しいんじゃしょうがないけどな。うん。で、みんな子供を寿司食いにくれやいかったんだよ。うん。はい。うん。あ、お兄さん。お兄さんおめでとう。ゆうすけおめでとう。はい、やっちゃんもおめでとうだって。あ、お、すみれちゃん、すみれちゃんで、じいちゃん。あ、すみれちゃん。すみれ。あ、じいちゃん。パパ。あ、パパだ。
誕生日おめでとうって言いなさい。パパに誕生日おめでとうって言いなさい。言ってるよ。すみません。あ、な、あ、そうそうそう。あ、誕生日。はい。うん。はい。うん。え、今年もいい年でありますようにお願いしています。はい。どうもどうも。うん。はい。はい、ありがとう。よかったね。はい。あれだな、じゃあ家族で普通にお祝いしてんだな。誕生日だもん。それそうか。うん。おじいちゃんは甘いものが好きですか？うん、大好きです。おじいちゃん一番好きな甘いものは？あんこ。あんこだよな、うん、おじいちゃん、はい、これが日本一甘いあんこです。日本一甘いの？うん、うわ、食べてみな。すごいじゃん。一口こうやってすくって食べてごらん。はい、これ、シュウスケのプレゼント。うん、それじゃねえよ。飯食うんだよ。はい、手前からで。手前から、手前から。いいよ、どっからでもね。まあね。それ、上の部分だけでいいから舐めてごらん。なんかお餅だから、それ。甘いかどうか。そうなんだ。贅沢だな。どう？甘いですよ。なんだそれ、なんだそれ。バカにしてる。リアクションやりすぎだよそれ。どうなの？美味しい。やっぱ甘い。美味しいよな。うん、知らなかった、日本一甘いあれだなんて。取ろうか、大丈夫？うん、日本一だと思ってるのは俺だよ。あ、そうなの。これが俺が一番好きなんだ。じいちゃんの口つけたけどいいよね。箸じゃない、箸じゃない、スプーン持ってくる。二つ。二つ、うん、あなた寿司は食わ、大丈夫なのかよ。寿司は寿司。二つ食うの？チャールホー、チャールホー。じいちゃん待って待って待って、お箸で食べなくていい、甘いか、うん、お箸拭いてね、拭いてね、うん、拭いて大丈夫。二つも食える？食える。えっと何個食べる？1個食べる？2つ？なんだ？寿司食えよ。はい、寿司は寿司だよね。だってそんな日本一甘いなんて知らないもん。寿司だね、取り方ね。一回ちょっと好きだから食ってもいい？好きだからね。食えるんだったらもう1個入れるから。あんこだけでも。知らなかった。うん。おいしい。うん、やっぱり、ね。美味しいべ、うん、じゃあこれやっちゃって取ってきて、ちょっと俺もお皿持ってくる。美味しい。バカッコはね、こうやって取るのね。どうやって取った？下から？こっちから取るの。あ、こう？こう？うん。うん、取れないな。俺はあれも苦手なんだよな。山梨のよ。うまいよ。信玄餅。信玄餅も食うの下手なんだよ。信玄餅風呂敷あるから、うん、風呂敷の上に全部出しちゃえばいいの。ね。それね、聞いた。いや、じゃあこれあのみんなに。はい、いただいていきます。これも美味しいから。もうこっちもそんなにあるの？そんなにで、これ10個いいで、これが12個。もう賞味期限がすげえ短いからさ、明日まで。あの、今日早く買ったらもうないから。どうぞ。うちは、うん、おいしいね。あー、うまい。これお茶ね。あ、これはい、うまいよな。
あそこ行って食べると本当にこれぐらいのところにこう伊勢、うん、赤福のお店行って寿司もうまいけどこれはこれで格別だね。もう、うん、あんこうまい。これすごいだろ。しずけどもこっちだもん。はい、そう。でもこういうのをやってるってのすごいよね。見つけるのはね。だからエイプリルフールだから、うん、なんか嘘みたいなことしようと思って本当は三重まで行こうと思ったの、うん。で昨日動画を配信してて、うん、三重まで明日行ってきますって言ったら。あ、明日さん横浜で売ってるんでいいかな無駄遣いしないでくださいって言ってあ、そうなんすかって言って行くつもりだったのよなと思って、うん、ラッキーだった。あ、でもそうやって教えてくれる人がいるからいいね、うん、でもよく物産展やるやって買ってくるけどこんなにお餅が柔らかくないよ。いや、わかんないけど今日マジとんでもない人だったよ。そう、総合で、もともと多分置いてたのか結構それでも減ってて、うん、じゃあこれ最終便で届いたやつなのかね。そう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 、今日は最終日、うん、うまかったろ。うまかった。やがったね。これお茶ね。寿司とは違う味がするのね。そりゃそうだろよ同じ味だったら仕方ねえだろよお前まあ今日はうまいものばっかりだな。うまい、よかったよかった、うん、大成功大成功。姉ちゃんのお昼のおはぎ食べるいらねえだろこれ寿司片付けてる。はい、よかったよかった。美味しかったね、ほんとね、うん、よかったわ。じゃあ私行かないわって言わないで来ていや、だからさ、どれが好みだかさ、わかんねえからさ、うんうん、一応なんかわかんない。俺も貧乏症だからさ、もったいねえじゃん、その、うん、せっかく並んでさ、うん、1個だけ買って帰るのさ、うん、だったらもう1個買っちゃおうと思って、うん、これ俺明日、あー美味しかった、よかったよかった、明日の朝食べようこれ、うん、ラップこうやって乗せて、うん、あの保冷剤あるでしょ、うん、保冷剤上に乗っけときな、うん